改革アクションは超党派の議員がこの活動に参加してくれてます。今日は新社会党の福田光一さんが来てくださってます。お願いいたします。皆さんこんばんは。いつも大変お世話になってます。私たちはここで皆さんに戦争を反対をはじめ戦争する国づくりに反対する訴えを行っている帰宅アクションの面々です。皆さんぜひ関心を持って聞いていただきたいのは、このまま戦争する国づくりが進んでいけば取り返しのつかないことになってしまう。そしてそれを変えていけるのは私たち一人一人の有権者、国民、私たちの行動でそれを変えていくことができるということです。皆さん、選挙の時に自民党が過半数をはるかに超える多数の議席を取って当選しました。しかし、その得票率は決して高くはありません。直近の参議院選挙でも2割程度の得票しか取っていない。その倍以上の人間が投票に行かない、棄権をしているんです。この棄権をしている皆さんが選挙に行き、投票することで、この社会を変えることができるんです。皆さん、今の生活どうですか？今どん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 生活が苦しくなっているんじゃないでしょうか。また共謀罪をはじめ戦争する国づくり、それに関わる法案がどん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 通されていく、この状況を黙って見ていていいんですか？皆さんの身近な家族や子どもたちや孫たちがこれからどん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 暮らしにくいこの日本で生きていかなきゃいけない、そういった社会を子どもたちに残していいんですか？私たちが今立ち上がっているのはもちろん私たち自身のためでもあります。しかしそれだけではなく、子どもたち、孫たち、この国の将来を背負っていく子どもたちが安心して暮らせる日本社会を残すために一生懸命頑張っているんです。ぜひ関心を持ってください。政治に関心を持ってください。ひと事じゃありませんよ。共謀罪にしろ、秘密保護法にしろ、ひと事だと思って黙って見ていたら、それは必ず自分に降りかかってきます。そして自分に降りかかってきてから、誰か助けてくれと助けを求めても、その時にはもう助けてくれる人はみんな捕まってる、そんな状況になってしまいますよ。今こそ私たちが立ち上がらなければいけない。未来のために、子どもたちのためにも今皆さんが政治に関心を持ってください。それが私たちの願いです。大変大きな声で失礼いたしました。どうかこれからもよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。終わりに近づいてきたら